79年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会男子シングルス、このシングルでは佐野さんのお話のようにこの人が注目の的です。そうですね、イギリスのロビン・カズンズです。はい、イギリスの映画音楽レールウェイ・チルドレン、非常にこの人によく合った音楽ですね。はい、最初にコンビネーションが入ります。見事決まりますね。難なくこなしたという感じですね。この人のスピンはもう超一流、天下一品です。あの足の長さにはかないません。身長180センチ。このステップは一つの特徴あるステップですね。いいですね、非常によく音楽捉えてますね。本当に柔らかいですね。いいですね。これがまた見ものですよ。すごく大きなジャンプです。ジャンプスピンですね。素晴らしい、決まりました。今日はショートプログラムですので2分間。そうですね、最終日フリーは5分間あるんですけども、はい、お客さんがちょっと物足りない。そういう感じですね。本当にあっという間に終わったような感じですね。もう二重丸花丸という感じですね、これは。そうですか、はい。あの世界選手権ではこのショートプログラムで失敗して、はい、総合では残念ながら2位になってしまったんですけど、ね、そうですね、まあ、フリーをものすごく得意とする選手ですからね。はい、さあ見ましょう。もうこのコンビネーションなんて悪いとこなんてないです。そうですか、ここだけ捉えれば6点出したいくらい。そうですね。でもほとんど火の打ちどころのない点数が出るんじゃないんですか。そうですか、6点満点に近い得点ということですね。余計なこともやってませんしね、はい、要素をちゃんとジャンプ3つ、スピンも3つ、ステップ1つ、はい、ピシッと決めましたね、はい、2分間の中で。しかし大きいですね、180センチですね。久しぶりの大型選手じゃないですか。そうですね。あー、出ましたね、得点が出ました。一番悪くて3番6番 5.7 ですよ。そうですね、ほぼ完璧に近い技術点ですね、はい、現在あのファッシーコーチについてるんですね。ファッシーさんといえばね、本当に有名なコーチで76年のあのオリンピック男女とも優勝させた人ですからね、この人は。この人ですね。そうです、そうですね、なんて言うんですかね、この人はあのヤスリで言えば、紙ヤスリで言えば非常に細かい紙ヤスリ、荒削りにされているものを非常に細かく仕上げていく、綺麗に入念に仕上げていくというタイプの先生ですね。そうですか、はい、それで今磨かれているわけですね。そうですね。あ、 5.9 が5.9ですね。1人2人出てますね。2人ですね。そうですね、あと 5.8 と 5.9 しかない、ほぼ満点ですね、はい、そうですね。どうやら予想通りの得点を出したというところですね、はいはい、優勝候補にふさわしいショートプログラムの演技でした。さあ、この人を追うのが日本の